ガラス分かれへん。そうやん。かわいい。珍しいな、みんな分かんのにな。あ、カナダも難しいことあるよ。あ、そう。昔あんな小鉄でも自動ドアが開くの待ってから出たり入ったりしとったの。まあ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 、大丈夫。寝そうなんですか。順調に餌増えてんの。そうね、少しずつ。あら、嬉しい、お嬢さん。触っても大丈夫なの。え、やめて。あ、そう。暗いからちゃんと映ってないかも。この大好きやな。帰ろうか。そうやな。え、誰かと比べてな。はい。比べたあかん。比べたあかん。個性やから。個性や。あら、膨らんでるやん。膨らんでるやん。おはよう。おはよう。感冒ですか。手、はい、羽根の生え変わりですか。ダメ。羽根が悪い。第三者が触るのはどうなの。私が触ってる、触る違う、ええの、ええ、知らん。触ってええの。私が触って、私の手と一緒に触って、まだいいよ、近くに遠いな。いいよ、まだいいよ、触るよ。な、足触らないな。足触ら、触って、触らんといて、触んといて、はい、一応、私は大丈夫。ごめんごめん。大丈夫よ、髪は。ちゃうねん、ちゃうねん。こっちの画面を見て見ながらやったから思わず引っ込めと。怖いな。普通に、普通にそっち本物見てたら引っ込めへんかったけど、画面上やったから思わず反射的に引っ込めても。多分な、そんなに気に、私のせいだ。最初にすごい寄って触るもん。中野線的に。落ち着くことを教えながらな。そうそうそう、彼女はね。でも座って顔するね。はい、ありがとう。はよう。はよう。アマネチン。後ろ全然気にしてないな。初めて動いてたね。離れてみて。黒いのがいたよ今。あ、これ聞こえる。あれはやばい。あ、カスが内臓が。はい、行こう。まだまだまだ。よし。偉いね。
嘘ついてた。